はい、こんにちは、新庄です。ヒデです。看護学生の皆さん、改めまして看護師国家試験お疲れ様でした。お疲れ様でした。長い学生時代を終えて、ついに4月から看護師として働く方が多いんじゃないかなと思います。はい。そんな中でね、不安とても多いと思います。僕たちもそうでしたね。看護師としてやっていけるのかなっていうね、不安が多い方とても多いと思うので、そんなね、これから看護師になる看護学生に向けて、看護師になる前にやっておくべきこと、これだけは気をつけた方がいいっていうね、ことをいくつか話していきたいと思います。はい。で、4月からね、就職する方が多いと思うので、約1ヶ月期間があるわけです。そうですね。その間にね、どういうことをしといた方がいいのかっていうのをね、具体的に話していこうかなと思うんですけど、まず自分のね、興味のある科っていうのをね、2、3個、絞っておくのがね、大切かなと思います。希望って結構通りがちだと思うんですよ。まあ、人気のある科、例えば小児科とか、そこら辺はね、つきたいと思う方が多いので、なかなか希望が通らなかったりする人も多いと思うんですけど、まあ、それを踏まえた上で第二希望、ここをやっていきたいとかっていうのをね、絞っておくのがね、いいかなと思います。まあ、意外と希望が通らなくてもね、いざ就職してみると意外と興味が持ってたり、まあ、現に僕もそうですけど、もう新規外科なんてね、そんな興味もなかったし、言ったらまあ国試もね捨ててたようなところだったんですけどまあいざ就職してみるとね、まあ、結構奥が深いなとか面白いなって思ったりもするんで、まあ、希望が通らなくてもあまり悲観せずでいいと思うんですけど、ある程度こう自分がどうしたいかっていうのは決めておくといいかもしれないですね。当時の第一希望はどこだったんですか？僕は小児科以外だったらどこでもいいって言いましたそれはいろんなところに飛ばされるリスクがありますね。そしたら最初ね、小児科でしたねそれ以外って決めてしまうとどこに行くか本当に分からないのでね、ある程度絞っておくっていうのがね、大事かなと思います。自分の興味のある科っていうのをね、いくつか絞ったら、まあ、僕はその科について調べて勉強していくっていうのがね、大事じゃないかなと思ってます。まあ、基礎的なところは看護師国家試験でやってきたのでできると思うので、それに専門的な知識っていうのをねプラスして勉強していくと、スムーズに看護師として働き出せるんじゃないかなと思います。プラスして僕がちょっとやっといた方がいいかなって思うのは、基本的な看護技術っていうのをもう一度おさらいしておくといいんじゃないかなと思います。実習とかでねやってるとはいえ、意外とこう陰線とか正式とかってこうなんかどうやったらいいんだろうって戸惑っちゃうこともあると思うんで、まあ、なんとなくイメージを固めておくといいかもしれない。特に今の学生ってコロナの影響で実習とかもちょっと行けなかったりっていうこともあったりするから、最近はあの YouTube とかでもね、看護実践の動画とかもあったりするから、そういうのをちょっと見て、まあ、どんな感じでやったらいいのかなっていうのをある程度考えておくと、いざ、まあ、臨床に出た時にスムーズに入っていけるんじゃないかなと思います。大切ですね。こうまあその勉強をねしといた方がいいっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、あまり根を詰めすぎず、ある程度こうさらっとやっといてもらって、その、まあ、僕たちもね、一応6年、5、6年はあの看護師としてやってきてますんで、その指導者としてのね立場も経験しているんですけど、指導者っていう立場からすると、その新人として入ってきていきなりこう全部できるとは全く思ってないし、まあ、多少その知識とかもね、別にあの入っていってからつけていってくれればいいって思ってるから、そんなにも完璧を求めすぎず、ただこう何も分からない状態で来られても困るから、まあさらっとはやっぱさらしといた方がいいっていうぐらいのことなんで、まああまり根を詰めすぎずやっていただくのがいいんじゃないかと思います。はい。じゃあ指導する立場からして、どういった新人が来てくれると嬉しいかっていうのはありますか？指導者って新人さんからすると結構怖い存在だと思うんですけど、まあ、指導者の立場からしても、新人さんってこう何を考えてるかやっぱよくわからないっていうところがあって、こっちもやっぱしっかり教えなきゃいけないっていうのもあるし、だから新人さんは自己開示をしっかりしてほしいなって思う。わからないことがあったらちゃんと聞いてほしいし、何がわからないかっていうことを明らかにしてくれないと、こっちも何を教えたらいいかわからないってなっちゃうから、やっぱりわからないことはしっかりわからないって言ってもらいたいし、ちゃんと相談をしてもらいたい、その上で自分で調べたりとか、そういうことをしてくれると教える方としてもやりやすいかなっていうふうに思ったりするんで、聞いてくれない人っていうのは本当に困っちゃう。そうだね。何を教えていいか分かんないってなっちゃうから、特に最初は関係性がまだ全然できてないから、この人がどれぐらい分かるのかっていうね、ところもこっちとしても分からないし、本当に分からないことは分からないっていう、全然それは恥ずかしいことではないし、こっちも何でもできるとは思ってないので、そこはねしっかり聞いて相談する。多分働き出してからすごい言われるとは思うんですけど、改めてしっかり言えるようにしておいた方がいいかなと思います。ここは一番意識してほしいところかな。働き出してから学んでいくっていうようなね姿勢でいいかなと思います。全然いいと思います。はい。まあ真面目に話してきましたけど、これそろそろね2月が終わって就職まで残り1ヶ月、もうすごいね自由な1ヶ月だと思うんですよ。なかなか、ね、長かったですからね看護師国家試験までもう1年多分ずっと勉強実習あって大変だったと思います。他のね学生たちが夏休みとか遊んでる間、看護学生は実習をしたりしてね、いや本当にね、なかなか大変だったと思います。遊ぶ時はなかったと思うんで、もうこの1ヶ月は本当に自由だと思うんで、しっかりと、
遊んでください。もうとにかく遊ぶ。もうね、看護師のことは看護師になってからでいいので、今はもうね、しっかり切り替えてリフレッシュしてもらえればいいかなと思います。貴重なこの1ヶ月をね、悔いの残さないように、悔いの残さないように遊んでください。もうね、この時期はね、なかなか旅行とか行きづらいご時世ではあると思うんですけど、ああ、そうだね、この1ヶ月で貯金を使い切るぐらい、それぐらいの勢いで遊びましょう。僕たちはもう完全にゼロでしたからね。もうマイナスでしたね。マイナスでしたね。すっからかんになって就職したんで。でも看護師になったらね、稼げます。はい、特に1年目は一番ね、お金残ると思いますんで、そこは心配せずに欲しいもの買って合流して、でちょっとね、あの反省して就職していただければね、いいかなと。ちょっとやりすぎたなって思うぐらいでいいと思う。はい、それぐらいでいきましょう。ここに悔いを残しちゃうとね、なんかあの変なね、社会人になってこうちょっとずるずるこう遊び足りねえみたいな変な大人が生まれちゃうんで、学生最後っていうところなのでね、悔いの残さないように、はい、遊び切ってください。これは本当にそう、一番大事なことです。これがちょこちょこね、見るんですよ、就職してから、あ、こいつ遊び足りてねえなみたいなやつらが、まあ、そうならないためにね、しっかりと残りの1ヶ月大事に過ごしてください。はい、ということで、看護師になるまでの心構えというかね、やっておいてほしいこととかいくつか話しましたけど、まあ、僕たちから伝えたいのは、とにかくこの期間は遊ぶと。国家試験終わって、いろいろねストレスとか溜まってる方が多いと思うので、しっかりリフレッシュして万全な状態で看護師としてね臨めるように頑張ってください。僕たちからは以上です。はい、看護師としての皆さんの活躍をご期待しております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。